はい、始まりました。大宴会第4試合はジュニアヘビー級選手4選手によるタッグマッチです。はい、まあ、ジュニアのいいじゃないですか。ジュニアっぽくていいじゃないですかね。ジュニアって私好きなんですよ。こうスピーディーな展開で、スピーディーなだけじゃなくて時にパワー見せたりテクニックで翻弄したりっていう動きがいろいろ入ってくるじゃないですか。好きなんですジュニア。なのでこの試合もね、結構楽しみにしてます。どんな試合になるのかね。はい、左側の山吹色のコスチュームが山猫マスク選手ですね。市博さんが主催した、最高男リーグっていうのにも出てたので、オンプロエディットレスラー界の中では結構有名なマスクマンになったんじゃないかなと僕は思ってます。名前とね、おおかっこいい名前と見た目のインパクトもありますからね。はい、で対する黒いコスチュームは神宮寺甲賀選手ですね。はやぶさから直々に教わっているファルコンアローが必殺技というレスラーです。はい、今タッチして入ってきたのがジャムカ選手。ジャムカ選手はモンゴル出身で草原のトリックスターの異名を持つレスラー。出場選手の中では、まあ、いわゆるハイフライヤーと呼ばれるスタイルの選手が多いのに対して、ジャムカ選手はこうトリックスターということで、トリッキーな動きで、ね、相手を翻弄するタイプのレスラーですね。で、なんだろうな、70年代男性アイドルを彷彿とさせる容姿をしているのが光健二選手。名前はね、あえて突っ込みません。はい、光健二選手ですからね。はい、濁点がつくとちょっとね、怪しくなってしまうんでね。はい、試合の方ですが、いいじゃないですか。もうね、こういうの見てるとね、心躍りますよね。ジュニアらしい攻防っていうんですかね、意地の張り合いみたいな展開に今移行してますけど、いい試合だ。山猫マスク選手はやっぱりネームバリューでは1個、ブーメランキックいいじゃないですか。ロメロスペシャル。神宮寺選手は確かね、メキシコに行ってたっていうプロフィールにあった気がするんで、ジャベがちょっと得意なんでしょうね。お、ケンジ選手がマイクアピールして、マイクを取り出す隙がね、隙だらけですからね。そこを蹴られちゃいましたけど、お、怒ってますね、ケンジ選手ね。見せ場を取られて怒ってますね。まあ、自業自得だと思いますけどね。お、チャノカ選手はいいですね。渋い技を使いますね。ダメージが結構ね、お、インサートプレス。これはね、ケンジ選手得意技の一つですね。光健二選手は、男性アイドルグループに憧れてバク転の練習をいっぱいしてきたので、こう宙返りを、なんだ、宙返りをする技が得意というか、そういう設定になってますね。まあ、そんな暇があんならプロレスの練習してほしいんですけどね。まあ、そこは面白い設定なんでね、スルーしましょう。はい、いい試合じゃないですか。意外と一進一退と言っていいんじゃないでしょうか。やっぱね、山猫選手ね、僕もね、なんか惹かれるんですよ。お、剣の舞、剣の舞からのスイングブレインからのマイクアピールからのバク転プレス、いいじゃないですか。完璧な流れじゃないですか今のね。もうケンジ選手全部出しましたね。全部出してくれて怒られちゃうけど、ケンジ選手はね、ムーンサルトプレス得意技なんですけど、それより上位の技でスターライトプレスっていうね、某アイドルグループのヒット曲名にちなんだ最上級の、なんですか、ポスト技がありますから、ダイビング技が、それが見たいですね。で、ジャムカ選手はフットスタンプが得意技で、で、いい、すごい流れるような連携、そして流れるようでもないダンス。ちょっとね、アイドルグループ入るのを目指してた割には声が低すぎますけどね、そっちが気になっちゃいましたけど、はい、ぐるぐる回りますね、ケンジ選手。しかし山猫選手がなんかその独壇場を許さないみたいなね、渋い攻撃で、やっぱね、飛ぶだけじゃね、こうダメだよと。山猫選手いいですよね、バランスがいいんだよな。なんかね、
あのベタ褒めになっちゃうんですけどね、このとりあえず、おお、山猫無双来ましたね。ガンガンいきますね、山猫無双行くじゃないですかこれがね、ジュニアのトップだっていうね、見せてくれますね。お、タイビングウェーブまだね、使わないですね。必殺技は山猫プレスという、まあ、ダイビング技です。それはすごく見たいですけどね。はい、まあ、出たら決まるような技なんでね、そうそう見れる技じゃないかもしれないですけど、はい、いいですね。お互い意地の張り合いのような展開。あとはね、ジャムカ選手のテクニックも、おお、いいじゃないですか。おお、なんかすごいな。いい試合になってんな。見てて面白い。もうなんかずっと見れちゃうの。こういうので諦めないでくれよ。こういうので諦めないでくれ。おおおおお、これは、ザックのヤーツ。ザックのヤーツ。名前がなんか、オリエンなんとかなパームですとか、そんな名前なんですね。はい。お、これ、棚橋のヤーツ。うん、いいですね、この丸め込み、一瞬の丸め込みで、こう狙う。お、これこれこれで、ムーンサルトフットスタンプ。これがね、必殺技の、鬼人の死です。なんか、あ、あれですね、今。神宮寺選手もせっかく飛んだのに、ケンジ選手が起こして邪魔しちゃったような感じに。ちょっとね、ここはね、即席タックの難しいところですよね。おお、フランケンも出た。激しいじゃないですか。すごい面白い試合になってきてる。おお、おどうするどうするどうする。おお、ぐるぐるぐるぐってやって、キュッとやるやつ。ごめんなさい。あざめ全然出てこない。実況する資格あんのなくね。おおおおお、うん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 、お、いいよいいよ、うん、なお、グラフェナイト、うん、肘の張り合いのキック合戦。おお、そして両者ダウン。めちゃめちゃ絵になるからの両者タッチ、最高じゃないですか。なんすか皆さん、どうやってロジックするんですかこういうの。教えてほしいぐらいだわ。うん、すごいですね、試合時間20分超えましたね。うん、これ30分いっちゃうんじゃないかな。お、タッチワーク、これね、タッチワークはね、良くなりましたよね。あのタッチが入ってからタックマッチ面白いですもんね、見てて。うん、おお、もうね、ジャムカ選手の狙いを阻止する。あ、う、う、あー、決まった決まった。なんだ、ロメロスペシャルか。ゲーム上だと拷問ロメロですかね、今のは。うーん、面白い試合でした。最後ね、あの審判の位置がね、良すぎましたね。はい、というわけで、神宮寺甲賀選手のロメロスペシャルかで、ギブアップと、ジャムカ選手がギブアップと、拷問ロメロですね。試合評価 91%、 いいじゃないですか。というわけで、勝ったのは PS4 軍。はい、これで、4試合を終えて、チームの戦績で言うと2勝2敗ですね。お互いが非常に面白くなってきた。非常に面白くなってきましたね。はい、次はしかもね、ちょっとデスマッチですから、どんな試合になるか想像つかないですけど、また大宴会第5試合明日公開しますので、どうぞお楽しみに。ありがとうございました。